次は、同音異義語ですね。クオン。クオンって普通はこっちなんですよ。クオンといったら救援、これ救いって言い方なんですね。救う。でも宗教的な話になると、そのなんか救いを受けるとか言うじゃないですか。ね、例えばイエス様の、ね、イエス・キリストのこの救いを受けるとか、もうこれクリスチャンはそれ信じてるわけですよ。その時はクオンで、救いを受けた時はクオンパッタっていうことしますね。向こうのクリスチャンは救いを受けた、もらったってことでね、救われたって、日本語では救われたですよね。救われた向こうは救いを受けた、もらったって言い方ですよね。救われたって時で、これ救いじゃなくて向こうは救援を受けたって言い方ですね。まあ意味わかるんですよね。はい、と言いながらもう一つ意味で使う時があるんです。もうこれわかりますよね、文字通り。どういう意味ですかこれ。旧のこの縁、昔の恨み、そうそう、だから昔からの恨みってことですよ。うん、だからこの文脈によって、じゃあこっちなのかこっちなのかって変わってくると、うん、同じ同音異義語なのでね、そうなります。で同じく、じゃあ救い、救うっていう意味において持ってたのがこのクジェ、クジェ。普通はこれね、じゃあ宗教的意味においてはこのね、救済、あるいは借金を棒引きしてもらった、じゃあそれで救われたって時はね、そういう時もクジェとかね、この救済っていうんですけども、またもう一つの意味としてこのこれですよ、駆除するって、ネズミとかゴキブリを駆除するっていうのはクジェっていうね、っていうことがカンボジアで話していて出てきたので、ちょっとこれ出しました。最初クオンコって何使われたのかって分からなかったんですけど、このことだったんですよ。いや昔ながらの恨みがあってねって話になって、この話になるわけですよ。あるいはトラウマ、こういうトラウマがあってこういう恨みがあってとかね、これ全然逆でしょ、これね、救われたと、ああ私は救われたとか、神様について救われたっていうのに違うんですよ。こっちの方話かなと思ったら、いや昔からこういうのも恨みがあっちゃって、もう頭きちゃってっていう話はこっちなんですよね。同じ単語なんだけど全然意味が違うと。これも同じじゃないですか、救われたのか、まあ、あるいは例えば家庭内暴力のね、音が駆除されて救われたのか、それもこれと同じくクジェクジェという使うかもしれないけど冗談でね、もう全然意味が違いますよっていうことですね。